ゲーム結構溜まってるものがあって、私ファイナルファンタジーのゼロの方を途中なんですよ。実はだいぶ昔にやってたんですけれども、ゾンビが出てくるんですよね。ゾンビ怖くて当時できなくなっちゃったのでもう一度そこから始めたいなって。でももう何年越しかの内容なので結構忘れてしまってるので、当時 PSP でやってました。そう、ゾンビ襲ってきたんですよ。私ゾンビ苦手なんですよ、正直。だからそこでゾンビのシーンが出てきて途中でちょっと投げ出してしまって、でよく攻略も見たらまずいって言うんですけれども、あ、こういう結末なんだと思うとちょっとね切なくなってしまって途中になってしまったんですけれども、いやちょっともう一度こうね成人したのでやろうかなと、またゲームしようかなと思っておりました。